こんにちは、シュです。今回はヘラドラ降臨来てたんで、久しぶりにね、やってこうかなと思う。やってきましょう。パーティー封じんだね。で、かなり簡単に勝てんじゃないかなと思う。これさ、昔来た時マジでこのダンジョン難しかったよね。オッケー。普通に平積みでいいかな。で、この次が根性いたと思うんだよ。でさ、昔だと根性をさ、追撃、そう、追撃の覚醒スキルもなかったからね、かなり大変だったんだけど、マジ今普通に勝てるもんね。うん、ちょ、今繋がってたけど、全然オッケー。で、いいね。ちょうど回復も5個あるんで、追撃使って倒そう。あ、今でもちょっと減り遅かったね。うん、多分、いやーでもいけるかな、これ。一応ちょ、ウェルドールのスキル使うのが新鮮だな。ウェルドールの教えやすいゾーン使おう。あんまウェルドールのスキルって実はさ、使われないよね。使われないというか、ほとんど継承されてることが多いから。うん、これで、どうすか ?1、2、3、4、5、結構。うん、7。いいね。ちょうどウェルドール使ったから水が来たのかな。で、最後スクレード使って封刃。いや、これ動画にするレベルかどうかわかんないけど、ちょっとね、久しぶりにヘラドラ来てたの見つけたんで、で、これ普通にスクレード使って封刃使って、あー、やべ、そうか、先生っていうか、でかい。これさ、闘技場スレイよりこっちの方が強いんだよね。で、これ使っちゃおう。アクアスペル。闘技場スレイのヘラドラって若干だけど弱くなってんだよ。なんで、まあ、普通にはい、こうか、オッケー。うん、多分余裕のワンパンでしょ。エンハンスとかないけどね、封刃めちゃめちゃ火力出るし。うん、水も1個乗って、オッケー。はい、ということで終わります。バイバイ。